ケアキト県は、ギリシャ共和国の南エーゲ地方を構成する、行政区の一つ。キクラデス諸島のケア島とキトノス島などからなる。キクラデス諸島の北西部に位置する、ケア島とキトノス島からなる。旧キクラデス県の自治体、ケアキト県は、以下の自治体から構成される。面積の単位は、経平方メートル。人口は2001年国勢調査時点。 旧キクラデス県の旧自治体現在のケヤキ都県の地域はかつて広域自治体であるキクラデス県に属していた。カリクラティス改革に伴いノモスは廃止され、その県域は分割されて行政区としてのケヤキ都県が成立した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。 旧自治体名選んで印を付したものはキノティタそれ以外はリモス。成長所在地んで太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。